ワットラーチャオラサラムラチャオラウィハンの場所ワットラーチャオラサラムラチャオラウィハンによって修繕されたことからラーマ2世がワットラーチャオーロトと解消した。寺院改修は、幸先よくラーマ2世の王子がカンチャナブリ県でビルマとの戦争の準備をしていた時に橋を発した。戦に向かう行進の際、軍は寺院により一晩を明かした。王子はそこで、 バラモンの儀式と呼ばれる戦争に行く兵士を祝福する宗教行事を取り行った。滞在の間、王子は総委員長から軍事行動における基調として王子の勝利と無事の帰還が予見されると告げられた。王子はもし戦いに勝利したらきっと戻って寺院を回収し、勝利に従い完全な修復を行うと訳した。王子は中国様式を好んでおり、 タイと中国の建築と芸術作品を融合して寺院を修復する職人集団を抱えていた。タイと中国の融合様式は寺院全体に見られる。ワットラーチャオラサラムとして成立して以来9代にわたり総院長を要する。現在の総院長はプラマハポーンサジャーンで1982年からその任についている。ありがとうございます。